はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の刺繍シリーズ第7弾をお送りします。で、今回はこの11問やっていきますので、ぜひね、動画止めて1回ね、チャレンジしてみてください。で、まあ、やり終わった後に今確認したいものがあるとか、あとは分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番から解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっとまず画面下げちゃいますね。で、ちなみに今参考記録ですけど、自分2分19秒でございました。まあ、このシリーズはね、速さと正確さをね、こう身につけてほしいっていうのが意図にありますので、まあ、その辺もちょっと意識してもらえたらと。このぐらいでいいかな。よし、じゃあ行きましょう。よいしょ。で、問題文の方は一応ツイッターにも貼ってありますので、まあ、その辺もうまく使ってみてください。でちょっとね、喉をね、まあ、喉いつもなんか言ってますけど、喉をまたおかしくしてまして、申し訳ないんですが、ちょっと咳込むと思うんですけど。で、まず最初は計算ですね。もう絶対ミスをしたらあかん。もう全部そうなんですけど。で、4プラスマイナス9なので、まあ、これ暗算でいっちゃいましょう。これはマイナス、これですね。まあ、プラス4とマイナス9をくっつけるイメージで。で、次は、まあ、この問題見たときに、あ、引っ掛けようとしてるんだねって、まあ、よく話してきましたけど、こう、出題者、作った人間の狙いを見抜いてあげられるといいですね。これ何引っ掛けかっていうと、こっち先にさせようとするんだよね。2、マイナス3。で、こっち先にやってしまうと、マイナス1なんだよね。で、マイナス1かけるマイナス2だから、よっしゃ、2みたいな。バツみたいなね。っていう引っ掛けになってますので、これは掛け算を先にやると。で、これは人によって分かれると思うんですけど、3かけるマイナス2をするのか、マイナス3かけるマイナス2をするのか。これどっちでも構わないです。答えは一致するので。まあ自分マイナス入れちゃいますけど。で、マイナス3かけるマイナス2をすると、プラス6だと。で、2プラス6なので、8になるよっていう感じですね。で、次 3AB マイナス AB。まあ文字が AB って揃ってるので、ここの3と、これ1隠れてるんでね。3-1 って考えれば、2になって、AB だよっていう感じです。ほんとね、まあ、そんなミスしねえよって思う方もいるかもしんないんですけど、急にね、あ、これはあれだな。ちょっと待って。3じゃない方がいいや。例えば 5x-2x って、今振られて、3x って言える方が多いと思います、普通に。多いと思うんですけど、あ、5-2 で3。で、x と x 消すから x なくなって3だよね、みたいな。のを、本当にね、緊張したり、テンパったりすると、やらかす時があるの、そういうの。だから、ちゃんと、同じ文字だよねって。で、同じ文字で、計算するときは、ちゃんと、文字も残るよね、と。いうのを、再確認しとくといいです。頭でね。そうすると、その、緊張した時とかも、変なミスが出なくなりますので、本当出るんだって、変なミスがね、本当に。で、次、4番が、これ、若干、苦手というか、1年生の時にやった内容なんで、この計算ね、忘れたりすると、ちょっとね、引っかかったりするかもしれません。これはですね、よく問われる問題で、似てますよね。マイナス6の2乗。カッコつきかカッコついてないか。で、これ意味の違いを覚えておいてほしくって、カッコの外にある2乗は、カッコ丸々2個かけてねって意味なんです。こっちね。こっち。だから、左側は36なんです。ちょっと青の、あれね、おかしいね。で、右は、これは、2乗が6にかかってるから、6を2回かけてねって言ってるんです。でも、マイナスが1個あるから、マイナスも忘れないでねっていう。だから、これは、マイナス36になります。まあ、明らかですよね。どっちが大きいって、左が大きい。まあ、大なりって言いますけど、こうなります。で、ちなみに、まあ、たまに出てくる、これです。中に2乗があって、カッコがついてるタイプ。これは、こっちと同じです、これ。同じ意味です、この二つは。っていうのも、ぜひね、覚えておいてください。ちょっと青のペン。あ、まだダメだな。これね。で、5番、展開ですね。で、まあ、これは公式使うと一番楽なんですけど、どの公式かっていうと、これです。カッコが2個あって、中身のパーツが同じ。XY、XY っていうパーツが同じで、ここが符号が違う。プラスマイナスで。ってやつ。で、これの公式は、x2 乗
マイナス y の2乗、これが公式です。だから同じように考えると、これ x2y パーツが同じですよね。でプラスマイナスで符号が違うんで、これがもろに使えると。つまり左側のパーツの2乗だから、今回 x の2乗で、マイナスは確定で、 y 右のパーツの2乗、今右のパーツ 2y なんで、それを2乗すると 4y2 乗となって、これで終了と。でも実際公式忘れちゃうかもと思う方もいると思います。そしたら展開っていうのは基本的に全部掛けっていう無敵の技があるんです。全部掛け、何かっていうと全部掛けるんです。例えば、ごめんね、喉が今こうですよね。でこれは x と x、 x とここのマイナス 2y、 そして 2y と x、 2y とマイナス 2y、 4回かければいいんです。これ全部掛けって俺が勝手に呼んでるんですけど、そうするとこことここかければ x の2乗、これ入っ、あ、全然入ってない、 x の2乗、こことここかければマイナス 2xy、 こことここかければプラス 2xy で、最後、こことこうかければ、マイナス 4y2 乗。こことを計算すると消えます、これ。だから残るのはこれだよねっていう。これ丸だからね、こうやって解いても。もちろん、途中の過程を書かされた場合、まあこれ罰にならないと思いますけど、全然。公式を使ってっていう指定も来ないでしょうしね。だからもし、展開って言われて、公式忘れちゃった場合は、この全部掛けをぜひ使ってください。それでね、3点4点ゲットできるんだったらもうね、大万歳なので。数学ってよくね、こう公式通りとか、ね、しっかりかっこよく解かなきゃいけないみたいなのを気にされる方いるんですけど、いいんです、泥臭く取ったって、同じ得点だからね、そこは気にしないでください。でも公式覚えてね、できればね。で、6番です。次、因数分解ですね。で、これ因数分解するので、まあ、このパターンです。で、また書いちゃおうか。XX 入ってるよね。で、これはかけてマイナス8足してプラス2になる2つのコンビを探します。で、まあ8かけて8になるのって、まあ 1×8 とか 2×4 がありますよね。で、今回2と4を使って、で、マイナスになってるからどっちかがマイナスなんですよ。でも足して、ま、プラス2にしたいから、こっちをプラス、こっちをマイナスにすれば、足して、プラス2かけてマイナス8のコンビが見つかったんで、あとはそれを入れてあげると。これで終了です。この括弧は順番逆でももちろん OK です。で、右上7番いきましょう。で、ちょっと補足書いてないですけど、x がルート2、y がカッコマイナス3、ルート3マイナスルート2か、の時ですね。で、これはですね、このまんま代入しても全然解けます。解けるんですけど、おそらく、まあ、出題者、出した人の意図としては、こういうの出てきた時、簡単にできないかなって考えます。で、これちょっと、くくり出しができるんですよね。で、これまあね、これをやったからこの問題に関しては早くなるってわけではないんですけど、よく出てくるパターンは、こういうふうに文字の、ね、式があって、その x とか y に代入すると、いくつですかって聞かれたら、こいつが因数分解できることがすごくあります、よく。で、今回もくくり出しができて、x を出すと。x、カッコ、x プラス y。くくり出ししただけね、x を前に出しただけです。で、こう変えてから代入した方が早いっていうことが多いんです。で、例えば、今回 x が、ルート2。ここがルート2で、で、x ルート2ですよね。で、y のところカッコついちゃってますけども、外してしまって、ルート3マイナスルート2なんですよ。y がね。そうすると、ここ消えるんですよ。計算して。つまり、ルート2。かけるルート3って変わるんで、ルート6ですよと。これで終了です。で、まあ、この問題に関してはさっきも言ったように、このまま代入しても普通に解けます。そんな全然レベル変わらないんで難しさ。これはどっちでも OK です。ただ、このタイプの問題は、この状態で因数分解したりした方が楽なことが多いよっていうのは覚えておいてください。
で、次、方程式ですね。まあ、これ計算するんですけど、まあ、このまんま普通に、まあ、分数のまんまね、攻めてしまっても大丈夫なんですが、自分は分数と小数はできる限り消せるなら消してしまいたい。なぜなら計算ミス、俺自身がするのをよくわかってるので、自分。特に分数、俺はね。だから、先に分数消しに行きます。方程式なんでね。で、これを消したいから、全体に2をかけて、x、ここにもかけて、プラス6。で、ちゃんと右辺にもかけて、4x です。で、こう変えてから、まあ、あとは整理して解いていく。これ持ってきて、合わせれば、マイナス 3x。持ってって、マイナス6。マイナス3で割って、x が2と。まあ、この方が安全かなと思います。で、9番、連立ですね。これは、どうしようかな。上に3かけた方がいいよね。下に4だと、15のところが60に増えてしまってめんどくさそうなんで。じゃあ、上に3かけます。12x、プラス 3y、イコール24。で、下はそのまんま、失礼。よいしょ。で、合計したいんで足し算ですね。13x イコール39。この13と39ってコンビ結構出てくるんですよね。で、慣れてないと、あーって思っちゃう方もいると思うんですが、これ割ったら3だからね。39割る13って3なので、まあ、よく出てくるんで覚えちゃってもいいかなと思います。で、まあ、どっち、こっちのが楽かな。いや、上のが楽か。X3 とこにね、代入すると、資産12ね、掛け算ね。プラス Y イコール8。で、これこっちに持ってくると、y イコールマイナス4となります。で、連立の答えの書き方は、まあ、自分こうやって書いちゃいますけど、もちろん例えばね、いろんな書き方があるんで、まあ、これで慣れてる方はこれでも全然構わないので、あんま気にしないでください。大事なことは、x と y の値が合ってるかどうかと。で、次10番ですね。で、こっち、青赤に行くと、ここ被るんで、こっち赤青にしましょうか。で、10番に関しては、今この時期円周角ギリギリやってる子の方が多いと思うんですけど、円周角やってなかったらごめんなさい。これ円周角の定理っていうのを使います。3年生で習うやつだね。で、円がいますよね。あ、今36で、ここの角度求めたいんですけど、ここね。合ってるよね。BAC、合ってる。で、円があって、しかも、そう、外にね、ちゃんと、こう、接してると。で、こう出てきたら、基本的には円周角使います。もう角度の問題だったらね。で、今、ここの36を使いたいんですけど、まず、よく自分がスタート地点って言い方しますけど、この D に行くためには、A と B のスタート地点からピュって出てるじゃないですか。こう、ピュって、こっからこう出て角度を作ってる。で、同じスタート地点。A と B っていうね。そっからピュって出てるのがもう一個ここにあります。こことここっていうのは同じスタート地点から外に行ってる。で、外にくっついてるのを円周角って言うんですけど、その角度は一致します。ここ習ってなかったり、苦手な方は円周角の定理っていう動画撮ってますんで、3年生の数学で探してください。ちょっと後ろの方にあります。これ同じ角度ね。で、もう一個、円が使われてて、しかも直径があるんですよ。ここ。AC 直径って書いてくれてるからね、ここね。で、直径って来てたら、その一つが直径の三角形、円に内接するね。こう、三箇所くっついてるから内接するって言うんですけど、その時、ここが直径だったら、ここ90度になります。これも覚えちゃうといいです。だから、そうすると、もう36、90、で、残りって分かってるんで、90と36足したら126ですよね。で、180度から、126を引けばいいので、求めたかったここは54度ですよっていう。これで終了です。まあ、円周角をシンプルに使う問題ですね。で、ラストです。で、11番、確率。これ、まあ、若干ね、やりにくい印象がありますよね、多分、見たときに。ちょっと問題文読みます。一つのサイコロ2回投げる。まずサイコロ使ってんだって、しかも2個だから、分母が36なんだって、まずピンときてください。で、2回目に出た目の数が
1回目に出た数の約数との確率を求めなさいってやつですね。で、まず大事なこと、さっきも言ったようにインクがすげえな、サイコロ、間違った、サイコロ2個なんで分母は36、確定です。6636です。で、サイコロの問題っていうのは全部樹形図書いちゃダメです。全部書こうと思ったら、俺左がちょっと丸作るの癖なんで気にしないでね。6で、これを全部書くんです。2の場合、3の場合って。で、全部36個なんですけど、そうすると時間取ります。受験の時は本当に時間がなくなってしまうので、こんなとこで受験で時間を使いたくないと。で、サイコロはさっきも言ったように36っていう分母が分かってるので、じゃあ何書くかっていうと、今問題に当てはまるものだけ確認しに行きます。どういうことか、左側1の時にさっきの問題文に合うやつはあるかなって、枝が生えるかなって考えるんです。で、問題を確認すると、今から出る2回目の数が1回目の数の約数、つまり1の約数になってるのありますかっていう。で、約数って何って話なんだけど、で、約数っていうのはこの数を割り切れる数です。つまり1を割り切れるのって1しかいないんですよ。だから1が出ればいいんで、これだけ書けばいい。あとチェックして丸×ってしなくていいです。で、次2番、2を割り切れるのは1と2だよね。3を割り切れるのは1と2は割り切れない。で、3割り切れるからは3。で、これより大きい数は割り切れないです。3割り4、3割る5とか。約数はちゃんと整数で割り切れるっていう話なので。で、4、1、2、4ですね。3ダメだもんね。で、こっち行こうか。5の時、1、あと5。2、3、4はダメだね。小数になっちゃうからね。分数とか小数に。で、最後6です。これいっぱいありますね。1、2、3、で、あと6です。これがしっかり割り切る。これが約数になってると。で、全部書き出したので数を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14個。つまり分母36って決まってるんで、36分の14。絶対に約分忘れをせずに、18分の7と。これで終了となります。よいしょ、大丈夫かな？合ってる？ OK だね。といった感じです。ねえ、まあ、さっきね、全部書かないでくださいって話をしましたけど、でも、今まで問題解いてきて、もう全部書くのが癖だと、そちらだときついって方は全然直さなくていいです。それをね、無理やり直す必要はないんですけど、結構な時間の、こう、節約になります。これだけでも。なので、もし今からでも変えられそうな方は、そっちになった方が自分はいいかなと思いますので、参考にしてみてください。では今回は、高校受験対策の刺繍シリーズの第7弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、また次回ね、刺繍シリーズとか、あと他のシリーズもね、撮っておりますので、もしよかったらぜひそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。